はい、皆さんこんにちは。今回は Unreal Engine を使用するにあたって役に立つ無料で使えるアプリケーションやウェブサイトを8つ紹介させていただきます。アプリケーションのダウンロードリンクやウェブサイトのリンクは概要欄に貼っておきます。まず1つ目はキューセルブリッジです。これは豊富な高品質のアセットが用意されたアプリケーションで、Unreal Engine のユーザーはすべて無料で使えます。これはこういったテキスチャーだけではなくて、こういったオブジェクトなどもかなり多く揃えられています。レベル作成には非常に重宝するので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。次は Qcell Mixer です。これは 3D テクスチャリングツールで、すべて無料で使えます。スキャンデータや VBR ペインティングなどシームレスに融合することができます。次はブレンダーです。これは CG 作成ソフトで、これももちろん無料で使えます。ちょっとしたオブジェクトや車などの乗り物、キャラクター、建物など何でも自分好みに作ることができます。またアニメーションもつけることができます。UE と相性が良く、プラグインを使うことで簡単に UE にアセットを送ることも可能になっています。ここからはウェブサイトの紹介になります。まずはじめはミキサモです。これは有名なのでご存知の方も多いかもしれません。キャラクターのアニメーションを無料で取得することができるサイトになっています。次はフリー 3D です。これは多くの 3D モデルを無料で取得することができるサイトです。ただし、有料のものもあります。こういった武器や、またはこういった建物など、多くのものが用意されています。ここからは学習系のサイトを紹介します。まず最初は UE4 学びの部屋というサイトです。これは Unreal Engine の初心者にはかなりおすすめのサイトになっています。UE の基本的な使い方からかなり細かく解説されています。説明も非常にわかりやすいサイトになっていますので、初心者の方はぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。次はモンションのスワナブログさんです。これは Unreal Engine では有名なサイトでかなり多くの情報を扱っています。少しレベルの高い情報を扱っているかと思います。次は最後になりますが、Let's Enjoy Unreal Engine さんです。これも先ほどのモンションのスワナさんと同様に、非常に多くの情報を扱っている素晴らしいサイトだと思います。一度覗いてみてはいかがでしょうか。今回は合計8つのアプリケーションやウェブサイトを紹介させていただきました。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。